平原慎太郎は日本のダンサー、振付屋、北海道小樽市出身、ダンスカンパニーオーギャンワークス主催。クラシックバレー、ヒップホップのキャリアを経て、コンテンポラリーダンスの専門家としてダンサー、振付屋、ステージコンポーザー、ダンス講師として活動。また、ダンスカンパニーオーギャンワークスを主催し、創作活動を行う。2004年から7年まで、 金森城ヒキールノーザムに所属。その後、国内外でダンサー、振付、WS 講師として活動。近藤良平主催コンドルズ、大上慎太郎主催の C ・ウピニーや大上慎太郎、森山未来とのダンス等、国内外のダンス作品に参加。能楽師津村霊次郎との共作、劇団生き埋め、小林健太郎、小林健作、 白井明などに振付提供、美術家、塩田千春や春間緑作品とのコラボレーション等、多分野のアーティストとの交流も、盛んに行う。雑誌、ブルータスの特集、次の人、明日を変える人物カタログで、パフォーミングアーツ部門で選出される。2021年開催の2020年、東京オリンピックの開会式と閉会式では、ディレクターオブコレオグラフィーを務めた。 閉会式後の会見では、閉会式での舞踏や演技について、とにかくカオスを作ろうとしました。しっかり自分のカオスというの自分の中にあって、まあまあ、ただその中に秩序を乱すのも、また個々のこれからの心の持ちようかなと、社会の取り組みなのかなと思いましたので、まずカオスを作って、それを秩序化していくプロセスをみんなで楽しむ、一つの音楽で楽しむなどと述べた。ありがとうございます。